絨毯みたいだねこれ。苔の椅子みたいな。そう、苔の椅子。こんなカメラ台もついてる。でここのあの文字と一緒に撮れるんだね。すげえ。なんか全体的に甘い香りがする。三つ股ってその名の通り絶対に三つ分かれてるんですよ。ピントピント。こういう風に三つで、これも三つ。もうどこを見ても絶対三つに分かれているから三つ股っていう名前がついてるんですね。で、まあ和紙の原料にもなります。楮三つ股ってやつですね。楮と三つ股、二種類の木の枝を使って繊維を取り出して和紙を作るっていうのが日本の伝統文化だった気がします。すごい、なんか咲き始めてるのもあるね。ピントピント。こういう風に葉っぱなのかな、これも正代葉っぱになるのかな。目も見えてます。よく見ると三つ股がキモいっちゃキモいんですけどね。全体的にいい香りがしてます。三つ股って三つ股群生地っていう名前の通りなんかいっぱい出るんですよ。だから道路にもこんな感じでこれとかこれとかこれとか、これはおそらく三つ股ですよね。こういう感じで一面に咲くっていう感じになるんですね。にしては本当にすごいな、マジで三つ股じゃん。ああいう二つの股と見せかけてもこの細いのが上に一本立ち上がってますね。すげえ。一面。駐車場はあそこ2台、ここ2台、あとはあそこで3、4台ぐらい路駐できそうなぐらいです。そんな台数多くないんで週末来るときは気をつけてください。